あなたは可愛がっていた愛犬が突然牙を剥いたら、あなたはどうしますか？今回は実際にアメリカで起きた悲劇、ピットブル襲撃事故をご紹介いたします。事故が起きたのはアメリカニューヨーク州東南部の島ロングアイランド。大西洋に浮かぶ合衆国本土の中でも最も大きな島であるロングアイランドは富裕層が多く、生活水準が高いことで有名で、全米で2番目に重い財産税が課せられている島です。特に有名なのがサウサンプトンで、多くのセレブリティが邸宅を構えているようです。全米ナンバーワンに選ばれたことのあるクーパーズビーチもこの町にあり、シーズンになると多くの人でにぎわいます。他にもアメリカ独立戦争時代の史跡やアメリカの有名な思想家や芸術家の住居やアトリエが多く見学でき、文化的にも見どころの多い町です。そんなロングアイランドでショッキングな事故が起きてしまいます。2022年7月、ロングアイランドナッソー郡の警察にとんでもない通報が入りました。私の妻が飼い犬に食われている。事故当日の午後1時、仕事から帰宅した男性は家の異変に気づきました。いつも出迎えてくれる妻が来ない、一体どうしたんだろう、不思議に思いながら、男性は裏庭に回ると、7歳になる飼い犬のピットブルが何やら大きな塊のようなものを引きずっているのを発見しました。男性はピットブルが引きずっているものを目を凝らして見てみます。すると、その塊は男性の妻、マリアさんでした。男性は発見当時の状況について事故後このように語っています。妻がいつ襲われたのかはわからない。だが、犬は裏庭で妻の体を引きずり、妻の体をむしゃむしゃと食べているところだった。男性はすぐに警察に通報。通報を受けた警察は急いで現場に急行しました。現場に到着した警察官は、その壮絶な現場を目の当たりにし絶句しました。何せ飼い犬が人間を食事しているシーンを目撃してしまったのです。警察はすぐにマリアさんを救出に向かおうとしますが、ピットブルは警察が獲物を取りに来たと思ったのか、敵意をむき出しにして警察官に襲いかかってきました。やむを得ず警察官はピットブルに向けて発砲。ピットブルはその場で駆除されました。その後駆けつけた救急隊によってマリアさんは急いで救急車で搬送されましたが、顔や体の一部を大きく欠損し、出血が多かったために間もなく死亡が確認されました。その後の記者会見で、ナッソー郡警察本部長のパトリック・ライダー氏はこのように語っています。現場はかなり恐ろしい状況でした。マリナさんが襲われたのはいつ頃かわかりませんが、彼女の体はここでは言えないほど悲惨でした。この犬は2週間前にバイク事故で死亡した息子の彼女が飼っていたもので、マリナさん夫妻は飼育を託されていたそうです。犬は現場に到着した警察官に突進し襲いかかったため、その場で駆除されました。亡くなった息子とマリナさん夫婦はこの犬と一緒に暮らしてきましたが、これまで犬に関する事故や通報を受けたことはなく、なぜ豹変してしまったのか、何がきっかけでマリナさんに牙を剥いたのかは分かっていません。現場でピットブルを駆除した警察官は、精神的ダメージが多く現在も病院で治療を受けているようです。なぜ、このような凄惨な事故が起きてしまったのでしょうか。実はアメリカでピットブルが起こした事故は近年増えているのです。2022年10月、アメリカテネシー州で8年間ペットとして飼っていたピットブル2頭が2歳と5ヶ月の指定を突然襲う事故が起きました。2頭の攻撃は10分以上続き、2歳のリリーちゃんと弟のホレス君は現場で命を落としました。一緒にいた子供の母親にも噛みつき大怪我を負わせています。その後2頭は事故後安楽死となりました。2頭のピットブルは子供たちが生まれてから一緒に何事もなく生活しており、なぜ2人が襲われたのかは明らかにされていません。また2023年1月6日夜、アメリカジョージア州コロンビア郡グローブタウンで11歳のジャスティン・ギルストラップ君が自転車に乗っていたところ、突然3頭のピットブルに襲われました。ジャスティン君はピットブル3頭に足や臀部を次々と噛まれて自転車から引きずり下ろされ、道路脇の草地で襲われました。ジャスティン君の悲鳴に気づき、いとこのメイソン・アギラール君は警察に通報。ジャスティン君はすぐさま州内の小児病院に搬送され緊急手術を受けました。この事故でジャスティン君は頭皮の 70% を失ったほか、右耳のほとんどを食いちぎられており、足には大きな穴が2箇所開いたままになってしまいました。シングルマザーとして子供4人を育てているジャスティン君の母エリカさんは事故後このように語っています。ジャスティンの体は傷とあざで覆われてしまっているの。明るい子だったのに、彼の人生は決して元には戻らないわ。
本当にこんな思いをするのは私だけでたくさんよ。さらに息子を襲った犬についてはこれまでにもコロンビア軍保安官事務所に何度か通報をしたわ。でも誰も対処してくれなかった。犬たちはいつも放し飼いにされていて繋がれていないの。24時間ずっとよ。こんなことが起きてからやっと重い腰を上げるなんて、こんなに悲しいことはないわ。3頭のピットブルは常に放し飼いにされており、飼い主の男性は2014年頃から犬の飼い方で近隣住民と揉めていました。住民や被害者の母親も何度となく警察に通報していましたが、状況は改善されませんでした。3頭のピットブルの飼い主であるバート・ベイカー・サードは取り調べで次のように話しています。犬たちは自転車に乗っている人々を追いかけるのが好きなんだ。バートは無謀な行動を取ったとしてその日のうちに逮捕されました。現在は保証保釈金を支払い釈放されているものの、所有していた少なくとも7頭の犬は捕獲されています。襲われたジャスティン君は幸いにも命を取り留めました。しかし頭皮の 70% を失う重傷で今後も手術が必要ということです。このようにアメリカではピットブルをめぐる事故が多発していますが、実は日本でもピットブル関連の事故は起きています。2020年5月千葉県銚子市で自宅の庭でピットブルを放し飼いにしていた男性がピットブルを逃がしてしまい、逃がしたことを警察に通報せず放置しました。その後逃げたピットブルは民家に侵入、67歳の女性を襲い全治40日の怪我を負わせました。その上女性が抱いていたトイプードルを襲い、トイプードルは命を落としてしまいました。怪我をした女性の夫が警察に通報し、ピットブルが逃げていたことが発覚。その後調書は飼い主の男性53歳を書類送検しています。このようにピットブル関連の事故が各所で確認されています。事故が起きるたびに世間からはピットブルとこれに類似した犬種について法規制されるまであと何人の犠牲者が出るのでしょうか。襲われる可能性があるのになぜこの犬を飼うのか、なぜ飼うことが許されているのか。このような恐ろしい事故を起こすのがピットブルという犬種なのです。プードルやセントバーナードでは決して起きません、など厳しい声が上げられています。さてピットブルが事故を起こさないために私たちはどのようなことに注意しなければいけないのでしょうか。まずピットブルという犬はどのような犬なのでしょうか。ピットブルの正式名称はアメリカンピットブルテリア。アメリカで1870年代にブルテリアとブルドッグを交配させ、イギリスで生まれたスタッフォードブルテリアとアメリカンブルドッグなど闘犬として飼育されていた犬種の中で特に闘犬の資質に優れた犬を厳選してブルリーディングした犬種です。体重はオスで 15.8 から 27.2キロ、メスは 13.6 から 22.6キロ。攻撃性が強く運動能力がとても高く、人間や他の犬への攻撃性があるため、そのことが事故を起こしやすい原因の一つとなっていると言えるでしょう。ただピットブルは闘犬として戦わせるために高い訓練性と頑強な忠誠心、飼い主への深い愛情を持っています。闘犬が全面的に禁止となっている近年ではピットブルを穏やかな性格の個体とのブリーディングによって飼育しやすくなるような改良が進んでいます。そのためピットブルは飼い主が適切な飼い方をすることで攻撃性が抑えられる可能性があります。では一体どのような飼育が必要なのでしょうか。1つ目、しっかりとしたしつけを行う。ピットブルは家庭での飼育が可能になるように温和な性格の個体を交配させブリーディングされてきました。しかし家庭犬として飼育するにはまだ個体によってその性格が大きく違っているため、ピットブルにはしっかりとしたしつけが必要になってきます。ピットブルはとても賢く訓練性が高い犬種なので、子犬の頃から適切なしつけを行うことで飼いやすくなる可能性があります。ロングアイランドでマリアさんを襲った事件も、もともと飼っていたピットブルはマリアさんの飼い犬ではなく亡くなった息子さんが飼い主でした。ピットブルに対して適切なしつけを行い、マリアさんとの間にしっかりとした関係性が成立していれば、もしかしたらあんな凄惨な事故は起きなかったかもしれません。ピットブルを飼うときにはしっかりとしたしつけが必要です。また必要に応じてトレーナーをつけることも検討する必要があるでしょう。2つ目、脱走対策を行う。ピットブルは温和な性格に改良されつつあるとはいえ、もともとは闘犬を行うための犬種です。いつ何時飼い主以外の人間動物に危害を加えるか分かりません。先のテネシー州で起きた事故、銚子市で起きた事故もピットブルによる脱走が原因でした。噛みつき被害を防ぐためにも脱走対策を万全に行うことが大切です。
住んでいる自治体によっては特定犬として四方をしっかりとした檻に囲まれた場所で飼うこと、また特定犬のステッカーを貼ることなど飼育に関して細かい規定があります。飼う際は自治体の規定を確認し、脱走対策、安全対策を徹底させていきましょう。ピットブルは危険な犬というイメージが強い犬種です。このような事故が取り沙汰されてネガティブなイメージが増えていくと、規制によって厳しいルールが設けられ、そこから逸脱し飼い犬が事故を起こした場合、駆除ということも起こりうるでしょう。しかしそういう状況を作ってしまう責任は私たち人間にあります。ピットブルに限ったことではありませんが、命ある動物を飼育する人は飼育する責任や人に危害を加える危険性を理解した上で飼うように心がけたいですね。